はい、何回か投げていくと、足の体色、体の色っていうのがちょっと変わってきます。ちょっと黒っぽく、なってきます。で、潜らなくなってきた時はお腹の中に空気が入っていることが多いので、お腹の部分を軽くキュッと押します。そしてギュッと音が鳴る時がありますので、そういう時は空気が抜けますので、抜けたら、浮いてた足もちょっとこれでかなり弱りましたけど、これでまた、潜っていくことがありますが、ちょっともう今ので、ほとんどもう弱ってしまいました。もうこういう時は、このまま投げてしまっても、大体ウツボの餌食になるだけなんで、こういう時はもう餌を交換してください。もうほとんどこれ